どうもかげやんです今日はですね偶然を受け取るために余白を作るということについてお話ししたいと思いますえー、っとですね僕個人のねちょっと意見なんであのー、参考になる方はちょっとなんかこう受け取っていただいたらいいかなと思うんですけどもあのー、目標ですね 目標とか目的とか夢とか言いますけどもそういうものを僕は大まかにこう決めるんですね大きくこういう感じでいきたいという、ね、方向性はこう決めておくんですねで方向性は決めておきますけどもそこから派生するものをねものすごい細分化させて細か,細かくやってそれを実行していくっていうことをなるべくしないようにしています。 大まかに決めてやることをもちろん決めてやるんですけどもあの完全にね完璧にこうやり作り込んだものをやるっていうことはしないようにしてるんですね。これはねちょっとセオリーとはちょっと逆になるかもしれないんですけども、えー、よくその。 やることを決めて一つ一つ細かく決めてそれを全部やっていくことによって達成していくっていうふうにすることがまあ本来のやり方なんかもしれないんですけども僕はね、あのー、ちょっとこう余裕を持たすというか余白を作るというか大まかの大き,大きい目標目的っていうところをこう作っておくということをするんですが余白を作るんですね。えー、例えばですね、えー、世帯域にこう行く という目的というか目標目標でもないですね目的があるとしますよねで世帯に向かって歩いていくんですけども、えー、それをその完全に世帯に行くことを最優先に考えるんではなくてですねただまあ世帯に行くっていう大きな大,大まかにこう考えておくほんで歩いてる途中で、えー、友人に会うとしますよねで友人に会って「久しぶりやな」とかいう風になってほいで「ちょっとお茶紹介」言ってほんでお茶して飲んで。 お茶飲んでで喋っててで喋ってる間にねなんかすごくこう大きなヒントを頂い,いてですね、えー、そっからね自分の人生を変えるぐらいのことが、えー、起きることがあるということですね。ということはこれはこの友人と会うというのは偶然なんですけどもその偶然を利用してですね、えー、自分の人生がより良いものになっていくと。 いうことです、ね、ほんでその友人と別れてからですね、えー、世帯域に向かっていけばいいということなんですよ。これをねまずもし世帯域行くことだけをねもう優先的に考えた場合はね、えー、途中でえ友人に会った時にですね、あのー、お茶してゆっくりしようというふうにはならずねそこへちょっと挨拶してすぐもう世帯域に向かう形になってしまいますよね。そうするとですね、えー、お茶して会話した中でのそのヒントというか。 ななんんかかそそううううういいいひららめきとともううものをもらうことはないんですねただ世帯域に行ったということだけになるんですよね。えー、ということでその一応どちらも目的は達成できるんですけどもそのいろんなね、えー、偶然がこう人生にはあると思うんですね、えー。偶然の出会いとか偶然の出来事とかそういう、えー、ものがあると思うんですけどそこにね 結構身を委ねるというかそこが結構人生をこう作り上げているように思うんでね、えー、僕はそのやることいろんなことをいろいろ今まで考えてるんですけどももう100% 全部をこうがんじがらめにやるというんではなくてですね、えー、余白を作ってですねその偶然性というか、えー、偶然のこと偶然の出会いとかねそういうものが入る余地を作っておくというかでそのことをえーしっかりとね、あのー、見極めるというかその,その偶然をしっかりとその意味があるものだと理解してですねそこからこう ちょっと考えて、えー、自分の人生をより良いものにしたいなという風うな、えー、考えを持っております。だから、えー、ちょっと余白を作るっていうことをね、ちょっと頭の中に入れていっていただきたいかなといただきたいというか、僕はそういう風にしています。その方がね余裕も生まれますし、なんかいろいろな発想も生まれることもありますんで、あのー、その余白を作ることを、まあ、余白を作りまくったらダメですけど、やることはやって。 で集中してやることはやるんですけどもなんかこう偶然性が入る時間というかそういうものを作るように、えー、最近ね、えー、心がけております。えー、何かの参考になれば、えー、嬉しいですということで「偶然を受け取るために余白を作る」についてお話しさせていただきました。では今日は以上となります。どううも今日もよっししゃーでいきましょう どうもありがとうございます。